スーパー進行だぞ俺。ということで今日は霊能者でやっていきまーす。黒猫出そうだな。これ思いっきり霊能オーロラされる譜面だね。これ完全霊能オーロラありだわ。さて、シミシミ人の人の占い霊能カリード、双子双子、狂心、猫また、呪われ、黒猫です。まあ、普通に、新目取る感じで行きましょう。新目だった。霊能目取りに行くわ。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。出るしかないよな、これ。カミングアウト。霊能早いのは、お、確定かな。マイクナイスだ。マイクナイス確定。アンナギでしょこれ。アンナギでしょ。アンナさすがにその出方はギでしょ。マイクが確定させた後にアンナ出てきてる。アンナ、なんだそれ、アンナ、それは。アンナ、撤退。黒猫撤退してった。黒猫撤退してった。黒猫撤退してんじゃねえか。撤退すんじゃねえよ。マイクは、マイクは、確定。させてた。遅れてアンナが出てきた感じだね。霊能で、まあアンナ白だからローラ白か。メアリーがローラ白。さあ、どうしようかな。回避は双子と猫股がいいかなと思ってます。回避は双子と猫股。回避は双子と猫股にします。双子を指定してしまった場合は、その双子に、その指定してしまった双子に新たに指定してもらいます。これで、双子2回誤爆防げます。マイクは確定すらだったかな。アンナはちょっと臭すぎるな。さすがに臭すぎる。狂心でしょ。まあ占いは狂心と見て、スーザン指定で、スーザン指定いこうか。スーザン指定。理由は初日ログがどうでもよい発言ばかりで薄いから。回避あればどうぞ。回避ない。回避ないなら、呪われ、ケアで、そのまま、スーザン、貫通させてもらいます。ここ回避なし村ですか？フランク、回避もう、聞いたよ。回避ありで、やってるよ。
スーさんは回避なしらしいので、スーさん黒猫では見ない。黒猫なら初日釣っても良いでしょう。むしろ初日黒猫当てたらラッキーです。1分前、猫股も回避だよ。猫双子回避だよ。30秒前。ともかくスーさんで猫また猫貫通なんて言ってないですよ。スーさん回避ないからな。ちょっと初日のログ見るか。まあ初日はこういう薄いの釣った方がいいんだよね。マイク早くねってあんな突っ込んでるよな。あんな波状してますね。自分が10秒前アンナのマイクの霊能ロケットを知らなかったような口ぶりですが、実際はアンナがマイク早くねと言っています。完全に過剰。狼かよ。狼かいな。まあ大丈夫でしょ。とりあえず狼釣ったから狩人は守るでしょ。なんで何も言わずに釣られたんだろう。何これ、何の賞賛があったのこの人狼には。スーザンにはいて何の賞賛があってこういうことしたんだ。炙らずになんかお利口さんに死んでったな。なお利口さんにしてたら回避してくれるとでも思ったのかな。え？多分あんな黒猫だぞ、多分。死んでから言うのもなんだけど、あんな黒猫だわ。おはよう。おはよう。おはやすみ。おはよう。まあ、ここは結果語る意味ないかな。投票結果、じゃんけんするか。ジェシカ・アンナ。何これ、ジェシカ・アンナって。アンナですが、黒猫だと思います。昨日、気づいたのですが、マイクの霊能ロケットを知らずに、対抗で出たような、口ぶり。だったのですが、実際はマイクの霊能使用に早くねみたいな反応してます。アンナ過剰です。まあサンドラ双子進行にする。双子は私が当てるまでは待ってください。リリアン、なんでマイクらなったんだ？リリアン、確かになんでマイクらなったの？リリアンは占い理由的に新芽落ちますね。いえ、鍵を壊すことです。つまり論理的におかしいってコツですね。普通じゃない的な。
占い理由としてはロディが占い師をしてからの姿でロディが黒ならただすればいいし、ロディが白ならリーアンに黒の可能性見えるかなと思って占った。さあどうする。身内切りしてたフランクあたり釣ってみるか。試しに。余裕あるもんな。スーさんが、身内切りできるほどの能力のある狼と思えないので、ゲイルは村置きです。俺黒猫だよ？ロディ？何言ってんの？ロディ黒猫なの？いきます。理由ですが、スーザン投票の流れになった際に、なぜか、スーザンは、した方が良いと思う、と、長文で書き連ねていました。スーザンの素朴さを見て、見たフランクの身内切りの線を追います。回避お願いします。フランクダメだったら、ロディ・ローラか。ロディ・ローラ。リリアンはマイク・アンナ。回避は特にないですね。把握。だいぶ、まあ、いっか。ローラ白か。初日の囲いがちょっと怖いかな。30秒前。もうさすがに囲ってると思うんだよな。今日あたり囲ってると思うんだよね。10秒前。今日あたり囲ってるような気がする。ちなみに、ウーフ、釣れてるので、今日あたり、焦って、囲ってる気がします。私としては、フランク白なら、占い理由が、適当だった、マイクが、怪しくなるかと。ただ、マイクは、動き的には、完全に、ムラリ、ある、動きをしていたので、明日の、占いで、また、判断します。まあ、ロディ・ローラ。10秒前。え、まあ、フランク黒らしいよ。は？何言ってんだ？は？俺、天才じゃね？もしフランク黒だったらスーパー進行だぞ、俺。人狼一度も外さないスーパー進行をかましてる。しかも、ちゃんと偶然じゃなくて、ちゃんと理屈あってちゃんとやってるから。マジか。進行外してないぞ。よかったよかった。アンナすいません。疑ってしまいました。まあ、乗じていたように見えたので。ふぅ。マイク黒猫か。さすがにちょい微妙なら動き。波状してるだろ。マイクロケットは知ってたの？知らなかったような発言してない。お？普通に霊能かけさせて占いが結果言った後塩スライドしようとしたら、普通に霊能確定しようとしたくてからポケット使用しただけですっていうのがそれに該当すると思うので、エマが霊能使用したの知らなかっただけ。マイクが一人相撲してるのかと思った。つい霊能確定させたせ占いが結果、それを言ってほしいかな。この文章だけ見たら、そうですか、あんな。その文章だけ見たら、マイクのロケット使用を知らなかったようにも解釈できて、
しまいました。アークです。とにかく勝ててよかったです。じじ